皆さんこんにちは。トークインジャパンの、YouTube ライブの復習動画を作っていきたいと思います。イエイ。ということで今日は動物について勉強しました。ひらがなこんな感じです。で漢字はこんな感じです。で、まあ、動物と言います。 animal ですね。で漢字は、動くに物と書いて動物と読みます。次にでね、今日は身近なペットに、今日というか今回は身近なペットについて勉強したんですけど、最初に犬ですね。こんな感じで、まあ、ダーグと言います。犬は犬です。犬は大きいという感じに腸をつけて犬、ひらがなではこんな感じです。で次に猫ですね。猫はキャットです。漢字はこんな感じ。まあちょっと難しい感じなんで、皆さんぜひ頑張って勉強しましょうで、キャッツですね。あ、そうだ、ひらがなこんな感じです。次に鳥です。鳥はね、bird なんですけど、漢字はこんな感じです。で、ライブで言ってた、島っていう感じなんですけど、島はこんな感じです。ちょっと並べてみると分かりやすいかもしれないんですけど、鳥、島です。鳥はちょん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 って舌がなっているんですけど、島は山っていう漢字がついています。はい、次にハムスターです。ハムスターはカタカナで書きます。こんな感じです。漢字はないので皆さん注意しましょう。で、ハムスターですね、英語でもそのまま言います。はい、次にウサギです。ウサギはね、こう跳ねるやつなんですけど、漢字はこんな感じです。これもちょっと難しいんですけど、皆さん頑張ってみてください。で、ひらがなはこんな感じです。はい、rabbit、ウサギ。日本のウサギはね、白くて目が赤いものがいっぱいいます。はい、次に魚です。こんな感じ。魚はね、fish なんですけど、例えば今日ライブで話してたんですけど、金魚っていうね、goldfish っていうのがいるんですけど、多分ここら辺に書いてあります。金魚。金魚っていうのもあります。他にはね、いろんなものがあります。そして、今日言っていた例文だと、私はペットを飼っています。私はペットを飼っています。って書きますね。で、最後に、ペットの数え方です。今日説明したと思うんですけど、2種類今回紹介しました。1匹、2匹、3匹と1羽、2羽と数える動物、2種類います。1匹、2匹、3匹。と数える動物は犬、猫、ハムスター、そして魚がいます。皆さんここ大切なのでスクショ撮っておきましょう。写真をカシャってそして1羽、2羽、まあ、3羽と読む動物はウサギ、鳥です。ここもね、大切なので写真撮っておきましょう。はい、ペットの数え方です。以上です。皆さんぜひ来週も次回も見てください。ということで、以上トークインジャパンでした。バイバーイ。